ホーカーフューリー、フューリー、ホーカーフューリーは、イギリスのホーカー社が開発し戦艦機から第二次世界大戦機にイギリス空軍などで運用された戦闘機。1927年に迎撃探査戦闘機を求める使用会20、27が交付されると、ホーカー社は、空保星綿のブリストルマーキュリー6エンジン装備の機体、 命名はされなかったを開発したが採用されなった。結果に満足しなかった。チーフデザイナーのシドニーカムはエンジンをロールスロイスの新型水冷、V 型12気筒エンジン回復し、後のケストレルに置き換えた機体ホーネットを開発した。ホーネットは、回20、27の要求を上回る飛行性能を発揮した。1929年、ホーネットは、ホーカーハート、 ホーカーとムッチと共に、ロンドンオリンピア飛行博覧会で展示され、話題となった。ホーネットは、航空省に購入され、シリアル J9682 を与えられると共に、フューリーと改称された。航空省は開発用に525馬力のケストレル、スエンジンを装備した、機体3機を追加発注した。フューリーは、 速度時速 333km1 万フィートまでの上昇時間4分25秒という高性能を発揮した。フューリーは昼間迎撃戦闘機の量産発注コンペティションに参加し優勝した。1930年、使用会13-30が交付され、フューリーはフューリーマーク I、フューリー I として採用され最初の生産型18機が発注された。 フューリーマーク、i は輸出系を含めて129機が製造された。ホーカー社は、フューリー MK、i の自社開発を続行した。最初の開発型は、インターミーディエットフューリー、中間型フューリーで、ジーやブシーの民間登録記号を与えられ、1932年4月13日に、初飛行した。インターミーディエットフューリーは、ゴスホークエンジンとその蒸気冷却機、 スパッツ付き車輪などの開発に使用された。次の開発型が、ハイスピードフューリー、高速フューリーで、抵抗現象のためのテーパー翼や、V 型翼管支柱を装備して試験された。その後、通常型の主翼と翼管支柱に戻され、使用外7、30のためにゴスホークエンジンとその蒸気冷却機の開発のために使用された。蒸気冷却機は上、 翼前衛に装備された。最終的にハイスピードフューリーは、ゴスホーク B43 エンジンと半、引き込み型冷却機を装備し、機重2丁を搭載した状態で時速 446km という最高速度を録した。しかし蒸気冷却によるゴスホークエンジンの開発は結局失敗に終わった。1934年。 ケストレル4エンジンとスパッツ付き車輪を装備したピューリーマーク I-K1935 はマートルシャムヒースで評価試験を受けた時に最大速度時速 367km を記録した。ホーカー車はすでに後のホーカーハリケーンとなる単用戦闘機の開発を始めていたがその配備までの穴埋めとしてピューリーマーク I の発展型が計画された。使用回6 35に基づく発展型のフューリーマーク2。フューリー2は640馬力のケストレル、6エンジンとコックピット前方の追加燃料、タンク、スパッツ付き車輪を装備していた。フューリーマーク2の最大速度は時速 359km だった。この機体は1935年から1938年の間に98機が製造された。 フューリーマーク、愛の最初の生産型のうち16機がタングミーアの第43飛行中隊に配備された。第43飛行中隊による航空省での飛行展示は人気を博し、パイロットもその操縦性に魅了された。1931年の防空演習ではもっと多数が配備されていたブリストレブルドッグをはるかに上回る数の爆撃機迎撃を記録した。 フューリー MKI は続いて、ホーキンジの第25飛行中隊、タングミーアの第1飛行中隊に配備された。フューリーマーク I は、優れた戦闘機であったが、ケストレルエンジンの供給不足、ホーカーハートとその系列機に確保されたため、効果といった理由により、当時の軽機交代の影響を受けこの3中隊に配備されるに止まり、多くの飛行中隊は、性能は、 低いがより安価なブリストブルドッグが配備されたままだった。フューリーマーク2は1938年のミュンヘン会談の影響により、ホーキンジの第25、キャタリックの第41、タングミリアの第43と第87、ミルドンホールの第73の核飛行中隊に配備された。第二次世界大戦勃発時には、 まだいくつもの飛行隊で運用されており、その後も第二戦機として運用が続けられた。また、アフリカなどでは開戦後も第一戦で戦闘機として用いられた。1932年から1937年の間に、ユーゴスラビア王国空軍は6機のフューリーマーク、愛を受領した。その後、ホーカーハインドと同じケストレルザビ水冷エンジンを、 搭載する改良型が10機製造されたこの改良型は輸出型のフューリー系列で最も速い最高速度時速3 8 9トルを記録した。その後、1937年にはさらに40機がユーゴスラビア国内でライセンス生産された。加えて国内のイカルス社ではポーランド PZL 社のジグムントップは不隙。 技師設計の一連の戦闘機の影響を強く受けたガル翼の戦闘機 IK-2 が量産、配備された。その後、ユーゴスラビアではハリケーンの購入及びライセンス生産が行われ、構造と多くの点でこれを参考にしつつ、自国開発された IK-3 と名付けられた戦闘機も製造、運用された。フューリーは1941年に ドイツ軍が侵攻した際には、他のより新しい戦闘機と共に、ユーゴスラビア王国空軍の戦闘機として、戦闘を行った。1932年、ノルウェー王国空軍は、空冷保守綿のアームストロングシドレーパンサー EE や、エンジンを装備した一機のフューリーマーク I を受領した。このフューリーはスキー型降着装置を装備した。1933年、 ペルシャ王国空軍は、空霊星型のプラットホイット 2S2G1 エンジン、ホーネットとハミルトン3ハネハイドロマチックプロペラを装備した16機のフューリーマーク I を受領した。しかし、エンジン故障が多発したため、1935年に、空霊星型のブリストルマーキュリービスプエンジンを装備した6機のフューリーマーク I を受領し、 コーネットエンジン装備機の何機かもイギリスに送り返されマーキュリーエンジンに換装された。1934年、ポルトガル空軍は、ケストレルスエンジンを装備した3機のフューリーマーク、I を受領した。1936年には、3機のフューリーが、スペイン共和国空軍に受領された。745馬力のイスパノスイザ製の十二 x b r s スイエンジンを搭載し、 短脚中となった、この機体は、スペイン内戦において、共和国軍戦闘機として、戦闘を行ったが、少なくともそのうちの一機は後に、国民党軍に捕獲、使用された。1940年には、南アフリカ空軍のフューリーが、イタリア空軍のカップロに CA、CA-133 を2機撃墜した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。